久保さん。今回は、ガー、ガー、トルド、スタイン。ガール、ガー、ガートルド、スタイン。聞いたことないですね。<laughs> まあいい名言ですね。お金はいつでもある。ただポケットが変わるだけ。お金はいつでもある。ただポケットが変わるだけと。不景気と言われる時代であっても世の中には想像もつかないほどお金が溢れている。問題はそのお金が自分の手元にあるかどうかということ。 どうですかね景気が悪い。まあ確かにね、景気、バブルに比べると景気は悪いと思います。ただ、この状況でも儲かってる会社はあるんですよ、うん。この状況でも稼いでる人たちはいるんですよ。うん。だからまあ、これはなんか面白いなと思いましたね。ただポケットが変わるだけと。<laughs> まあ確かにね、あの、要は、 あの、不景気だからっつって銀行預金がゼロになったのかっていうわけじゃないですよね。いや、お金が流れてないだけであって、うん、不景気っていうのはお金、なんか、吸ったお金がね、じゃあ全員燃やしたんですかって話で、<laughs> 不景気です。じゃあ吸ったお金は全部どっかに消えたんですか燃やしたんですか燃やされたんですかあるんですよ。うん、ただ、回ってないだけで、でも一部のところでは回ってるし。 うん、なんかね、与沢さんが今、日本に来てるらしいんですけど、あの、宿泊費用で、なんかホテルの宿泊費用で、なんか1ヶ月ぐらい泊まるのかな,なんか ?600 万半ぐらい払ってる。<laughs> そう、なんかあの、1泊20万ぐらいのところにずっと泊まってるらしいですね。<laughs> まあ、それ1ヶ月で600万ですね。<laughs> すごいですね、ホテルで600万ってうのは。 うん、僕のこの家賃4万2000円だったらな,な何年住めるんだ ?1 年で50万ぐらいでしょ ?10 年 <laughs> 久保さんここだ与沢さんの1か月はここの10年ぐらいですね <laughs> なかなかファンキーですね与沢の1か月は俺の10年みたいな <laughs> いやー、すごいなー。はい、まあ、あの、こっから学べることがあるとするならば、要は不景気を、不景気のせいにしないってことですね。うん。なんかみんな、まあ、景気が悪いからとか、なんかその、なんか、コロナの時もそうだと思うんですけど、まあ確かに、まあ、うん、そのコロナのせいはあるかもしれないけども、 じゃあそのせいにしてお金入ってくるのかっていうと入ってこないですよね。なんかやんないと、うん。でもみんななんか国のせいだとか、社会のせいだとか、コロナのせいだとかね。まあそういうふうなあやりがちなんですけど、まあ、やってもいいですけど別にお金何も入ってこないですよっていう <laughs>、うん。 まあだからそこでどう考えて行動するかですよね。うん、まあ、正直僕は変わんないですからね。逆に言うと世の中が不景気になってもらった方が僕は儲かるんで <laughs>。不景気になっていただけた方がいいと思います。要は、あの、なんかやらないといけないっていう人が増えるんで <laughs>。なんか違う稼ぎ方が必要だって言ってね。やろうとする人が増えるんで。 僕の商品も売りやすいと。でも、これがバブルの、バブルの時でみんな、なんボーナス300万とか500万もらってる時期、わかんないですけど、あの、バブル経験してないんで。あのー、多分売りづらいでしょうね。ネットビジネスの教材。ネットビジネスの教材、バブルの時売りづらいだろうな。速家塾っていうね即、即稼げますみたいな。いや、給料いっぱいもらってんだけどな、みたいな。 うん、ボーナスいっぱいもらってますよみたいなね。そ、う、こ、ん、稼がなくてもいいです。みたいなね。久保さんね。<laughs> うんはい、いいってらっしゃい。